はい、というわけで今日こちらに来ました。前からね気になっていたコインランドリーなんですよね。ちょっとねあの特殊なコインランドリーなんですけど、ペット専用のコインランドリー、犬用ですね。犬用すごいですね。ちょっとなんか意外な中型500円で、今日はですね、このねコインランドリーじゃなくてこっちコインシャワーね使ってみようかなと思います。初めてなんですよね。別に、普通なんですけど、ドライブインみたいな。で、マビ来てますけど、これ災害のね関係でできたあれかなと思います。よいしょ。閉めまして入っていこうかなと。あ、ちゃんとロック、もう家みたいな感じですね。ちゃんと下もロックしてということです。300円で、8分間、はい、もう石鹸とかそういうのもなく、もう自ら持参してということですよね。はい、ちょっと小銭がなかったんで、よし、はい、じゃあ行きましょう。よし、こういう感じです。5分以上経過すると投入したコインはこうなりますと、はい、じゃあちょっと8分間来ました。これで温度調節ですね。まあ、なんかこんな普通のシンプルな感じです。で早速こういう感じでボタンを押してスタートするんですけど、時間がちゃんと載ってあります。これで調節です。十分。
止まりました。急にガクンと止まりました。これで終わりですね。終わったら、まあこれね、暑いのか暑くないのか確認して、まあこれね、暑くしてたら次の人が火傷しちゃうので必ずね、コールドで、はい、いう感じです。よし、よし、ですね、完全にスッキリです。もうなんか家に帰ったような、はい、というわけで今日はこんな感じです。まあね、なんかまあ、こういうね時期だからこそ銭湯とかまあなかなか行けないんですけど、こういうね個室のシャワーすっごいありがたいなと思います。まあ、お子さんと一緒に行けるようなね感じかなと、スペース的にね。というわけで、ね、ぜひ皆さんも行ってみてください。ここ以外にもね何店舗か、シャワーを完備した、ね、コインランドリーありますんで、ぜひ探してみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。